エアバス A330 から200型、キアルジェリア航空は、アルジェリアのアルジェを本拠地とする航空会社。アラブ航空会社機構加盟航空会社の一つ。1947年、フランス領だった時期に設立された。エールフランスも出資していたが、アルジェリア独立の翌年にあたる1963年以降、アルジェリア政府が株式を徐々に取得。 1974年には政府出資100%となったことで事実上の国営航空会社となった。かつてはソナトラックとの合弁でタシー航空にも出資していた。2007年現在アフリカでは4位の規模を持つ航空会社となっている。国内の28都市を結ぶ国内線のほか28カ国39都市に乗り入れているが、 アルジェリアの歴史的経緯からフランスをはじめとするヨーロッパ各国や中近東エリアが主となっている。アフリカ各国への乗り入れは隣接国への乗り入れが中心である。2007年6月15日より、同社初の大西洋路線としてカナダへの路線を開設し、その後中華人民共和国への乗り入れを開始した。北京への乗り入れは同社では、 初のアジアへの路線展開となる。またアメリカ合衆国への乗り入れも計画している。このほか、航空連合、スカイチームへの加盟計画がある。2019年9月現在、アルジェリア航空の機材は以下の通りである。他社からのリース機材も含む。他社からのリース機材は、自社カラーへの塗り直しが行われるケースと、リース元の機体塗装を残して使用するケースがあった。 ありがとうございます。